0.63.0 配信開始。間に合わなかった。山下さんじゃん、これ。何かがいる。あーすげー。山下さんがいるよ。ふえー、怖いよ。突然現れたイムスと。ペルソナのレジェンド山下さん。これは、取ってほしいのですが、ペットさん。いやーもうさすがにだってもうみんな寝るでしょ。オレンジ畑の住人になってしまった。でもペット君またすぐ元に戻ってくるから全く問題ない。もう満タン。乾燥戦とかしてもらった方が上達良くなったりするんですかね。新規だとなかなかそういうの寝かしてくれないな。これは他人のオレンジ食べて赤くなる。寝るとか甘えないで。チームスとさんとガチとかやってほしいです。回収。このまま終わりませんよ。一矢報いましょう。確定。
な。うわ、出ねえ。とっさの判断すげえな。バーターだ。ムロフシ、これか。やべえ。やっぱ弱いこいつクソガキ感心しやな。バーストは使う。こだった時までの重点が感じわからん。うろし。プスは全日マリン。ああ、あれわかんない。ジャエの表裏。ああ、わ、あ、電波さんいらっしゃい。え、マリ全日？おお、とうとう。画面端でイレンさん。全日かなった。のはどうしてます？画面端でエレンさんなめ。ああ、カスヒットってことですか。多分あれですよね。言ってることって、A 連3段目がフルヒットしなくて、例えば A 連3段目のうち2発目まで当たって3発目が当たらないとかですよね。譲りません。いや、そういう気がいいよ。いや、丸連打してた方が悪いしとか。あれは画面端の A 連3段目当たらないのは、2段目までヒットした時って立ち A で拾えるんですよ。A 連 3, A 連3段目スカッターでボムでキャンセルするじゃないですか。で、立ち A 立ち B 2C って拾えるんで、それでつなげましょう。これで安定です。うわ、立派なんだよな。ありがとうございます。3000日ってだいぶ前の話じゃね。相手が良ければ山下さんとの対戦も見てみたいっす。あー、なんだ今の。良くないから連呼してるんで。え、なんで？マリーだけ3日で現役なしで6か7かのぐらいには抜かれてた。なんでさっきのボディ？男の子にかな？振り毒に振り抜けない時があるんだよ。あ、拾えてない。減るんだよな、超読み指導。
崩壊の危機逃れた。マンダラつくと本当にワンチャンで持ってかれるからな。しかもペット無ロッシュできるし。無ロッシュ2分でできるで。いや、マジ？そんな簡単なの？結構テクソに見えるけど。お、山下さんが来た。あ、おやすみ。切れそう。そっか、今マリー使ってるのか。山下さん来たこれ。簡単やで。バッハさんもテモテ。結構テクそうに見えるけどな。いやマリー。いやモテモテモテだわ。わこつです。いやマリー。色かっこいい。はい、誠ありがとうございます。山下マリー来たこれ。オレンジのやつらの帰り手浴びてくる。関西の父対関東の父って聞いたけど本当？うわー残ってる。関西の地対関東の地、もうあながち間違えてない。ハポキャン読み、一点読みだった。待っていた。オレンジが緑に負けた。単発ヒット確認。さらに切れそう。いやもう単発ヒット確認っていうかもう確信でしたね、ほぼ。真剣勝負ですって台を取られていくやつ。これが極武発を100万回打ってきた男、バッハさんの奪い合い。いや100万回じゃないっすよ、さすがに100万回は。あのブレイブロー明けで5000戦してた中でなんかディストーションドレスっていうのがあったんですけど、僕4000回超えてたんですよね。オレンジの感じはここですか。大きい笑。
おい、わら、これさすがに待ってた方が勝ちの取り合いにいいなのかな。ヒット確認に命をかけた男、100万回なんて倍に超えてる。その数だけ最強の暴力で殴ってきたのか。あっ、出てか。やべ、今のは単純に読み合いに負けた。これは次に弾みがつく。まだ負けたくないな。ここ大事だよ。みんな、あ、みんな。これやん、これで。みんな、ここは一気に出るべきでしょ。配信対戦中無言になっちゃうんだよ。の笛今のきつい、すんげえ際どい位置だった。邪魔者消えたぜ。こういうのまだまだなんだよな。終わってたロビーに戻れてない。邪魔者消えたぜ。これで心置きなくできるぜって。山下さんっていうか配信見てたのかな。見てなかったっぽいかな。試合終わってた。これ山下さんかな。ダブル。いや、俺もうこの枠で終わるけどね。戻れてないって言ってるから、これは負けた判定の可能性が。ワークポイントのゲーナーね。あ、今際どかったけど拾えた。山下さんって配信してないのかな。今のガードするめくってるんですけど一応。
りのバーチカスがダメなところ教えろください。教えろください。笑った笑ああやばい。ダダメってよりできない場所を踏み、低いところ聞いた方が上のレベルかな。ボム爆発するのが。あったから電波さん枠また取らないかな。寝落ちしないと。あ、電波さんも配信してたんだ。スブーザー立ってれば 5B5C うんぬんいけたか。硬直とんでもなく長いしな。マリー全域に慣れても台には座れないんだ。ランクも使えなくなったから終了した。14くれ。マッタキャッチコンの連射しないセンスは。連射まで使う、わらわら。
強ですね。第一アイランドコロニー出た、懐かしいな。アークレモの時だ。ちらほらに3人しかいないロビーあるね。今日はとりあえずこれで終わり。みんな明日は100人来てますよ。明日は配信やるかどうかわからない。ちょっとマーガレット、マガレ車でガチ対決。ヒーローペットイズペットマイヒーローみたいな感じだ。明日休みだけど、ただマガレは朝早くからペットマイヒーロー。いや、心を鬼にして終わり、配信は終わり。投げ捨てる系男子、みんな生活リズムが普通と違う。はい、じゃあ終わります。お疲れ様です。